濡れた傘をさっと開いたら、雨粒が飛んでいくこの撥水力、そんな驚きの機能を持った傘がこちら、ワールドパーティーのアンヌレラです。こんな風に自分では雨水を切ったつもりでも、実際は残っているものなんですよね。でもこのアンヌレラならそんな心配必要ないんです。世界的ファブリックメーカーである小松製錬株式会社との共同開発により、撥水度試験の最高等級を実現した高密度繊維の生地で水を強力に弾きます。傘を数回振れば生地に水滴がほとんど残りません。これなら床が濡れる心配もありませんね。でも撥水力って汚れや手の油によってどうしても低下してきます。でもこの撥水力、復元することができるんです。撥水が弱くなってきたら水洗いをして、ドライヤーやアイロンで熱を加えます。これで撥水力も元通りです。そんなアンヌレラには折りたたみ傘もあるんです。もちろん折りたたみ傘にも撥水力抜群な高密度繊維を使用した生地が使われているので、すぐカバンにしまうこともできます。さらに生地は UV 遮蔽率 99% だから、日傘としてもお使いいただけます。カラーバリエーションは全8色。あなたのお好みの色も見つかりますね。高密度繊維と独自撥水剤のブレンドにより、驚きの撥水力を実現。ワールドパーティーのアンヌレラ。ぜひ楽天市場でチェックしてみてください。雨に濡れた傘をさっと開いたら、雨粒が飛んでいくこの撥水力、そんな驚きの機能を持った傘がこちら、ワールドパーティーのアンヌレラです。こんな風に自分では雨水を切ったつもりでも、実際は残っているものなんですよね。でもこのアンヌレラならそんな心配必要ないんです。世界的ファブリックメーカーである小松製錬株式会社との共同開発により、撥水度試験の最高等級を実現した高密度繊維の生地で水を強力に弾きます。傘を数回振れば生地に水滴がほとんど残りません。これなら床が濡れる心配もありませんね。でも撥水力って汚れや手の油によってどうしても低下してきます。でもこの撥水力、復元することができるんです。撥水が弱くなってきたら水洗いをして、ドライヤーやアイロンで熱を加えます。これで撥水力も元通りです。そんなアンヌレラには折りたたみ傘もあるんです。もちろん折りたたみ傘にも撥水力抜群な高密度繊維を使用した生地が使われているので、すぐカバンにしまうこともできます。さらに生地は UV 遮蔽率 99% だから、日傘としてもお使いいただけます。カラーバリエーションは全8色。あなたのお好みの色も見つかりますね。高密度繊維と独自撥水剤のブレンドにより、驚きの撥水力を実現。ワールドパーティーのアンヌレラ。ぜひ楽天市場でチェックしてみてください。